高橋保元高橋保3月8日から1972年12月9日は日本の技術者、実業家、政治家、衆議院議員。長野県東千曲郡上川で村で高橋清いよいよの長男として生まれる。松本中学校、第三高等学校を経て、1909年京都、帝国大学理工科大学電気工学科を卒業。 稲電気鉄道技師長に就任した。長野県の水力発電に注目して、独自に主要河川の上流調査を実施し、その推理券を取得した。1917年、小坂順蔵らによって、長野電灯が設立した際には、推理券を出資して、取締役に就任。同年、未来、鈴木サブロウスケが電気化学事業への進出を企画し、 長野伝統2000曲がり川上流の推理県上等を申し入れ、東進電機を設立した際にその取締役に就任した。その後、鈴木や森徳明との関係を築き、1928年昭和肥料の創立に加わり、1934年昭和人権を設立して社長に就任した。1939年昭和人権がクレハ宝石に吸収され、 1939年、クレハ宝石から旧昭和人絹渡工場が独立して、クレハ科学を設立した。その他、品野水電線無取締役、西川電力取締役、諏訪電機取締役、東洋水力電機取締役、安佐川電力取締役、昭和電工副社長、高橋工業社長、高橋商事社長などを務めた。 1932年2月、第18回衆議院議員総選挙で、長野県第4区から立憲政友会公認で出馬して、最高点で当選し、衆議院議員を一期務めた。ありがとうございます。